でかみんな陸地の方行こうよ、もっと陸側へ。そういうもんじゃないの、日本みたいにそんなうまく避難誘導みたいなのできないの。ウォーレはダイナーにいる、急ごう急ごうと言いつつ探索。おい、誰かいないのか。なんかあっちで声がする。死体。あ、エヴァン、やだよ、巻き戻して助けなきゃ。エヴァン死んだ死体だ。死が私について回ってるの。ここからとりあえずまた行きましょう。ああ死んでるわおい生き返れ。お前何写真撮ってんだバカ。あこれアリサで慣れてるんで自分。エヴァ、竜巻が見えないの、早く逃げなよ。こんなチャンスを逃すではないだろう。見ろよ、もう終わりだ。死んだら写真も何もないよ、早く逃げて。分かったよ、待ってくる。マックス、未来でも見えてるか。まあ見えてる。危なかったよ。いいから嵐が収まるまで安全な場所にいなよ。日常ヒーローの言うことは聞くよ。マックスも行こう。他の人も助けなきゃ。え、もっと助けれるの。もしかしてあのまたいでるところのこの下行って戻ったり。誰かいないのか。あ、こいつだ。すごい、またぐのスキップできる。助けてくれ。あ、うんちゃんじゃん、大丈夫か。こんな女の子の力一つでなんとかなるのか。あ、早く逃げねえと。いい加減もうこんなクソみたいな街とはおさらばで。なんとかなるもんなんか。まあ相対性力入んないから。帰ってくるので乗ってくか。いえ、友達を探してるので。そうか、達者だな。お、ありがとうな、うんちゃん。どうあがいてもこいつは死ぬのかな。はい、またぎスキップ。アリサ、最後は一回ミスったけど最後は助けるぞ。やだ、アリサが危ない。お願い、早くして。アリサ、アリサ大丈夫？今助けるから。ふざけないでよ。マックスが来るたびに私ひどい目に遭う。だからもう、一回助けられなかっただけで、このひどくねえか。なんでこんなとこいんだよ、そんで。降りられアリサ。あー、もうまで。そういうふうに事態はね、単純ではない。お願い、早くして。何かが必要なんだ。絵がある。この子たちがどうなったかは考えたくない。超ない、降りられない。事件は解決、でもバッドエンドかな。あ、出た、タブレット返してる。あなたは可愛い猫たちと過ごす、そこら気に入ったと思います。こっちにはそんな運はなかったみたいです。え、衣装これ。あ、タブレット置いてある。嘘でしょ、知らない。町の人がこんな姿に。アリサどうやって助けるのこれ。え、もう毎回助けてなかったら助けれないのこれ。一回プールに落ちただけでこのざま。ひどくないかそれは。さすがに、おい、ドントノット。ついたがある。助けて、降りられない。じゃあ、あいつの体重これ耐えるか。相当熱いぞこれ。
バキーとぬぬ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 ぬ、あ、大丈夫なると思ったけど。ありがとう、マックス。大丈夫、おかげさまでね。早く避難しよう。一人で行って、私は他の人を助けるから。よう行くよな。俺そんな風にマックスに言われたら、お、俺も行くぜみたいな、か、お前バカなこと言ってんじゃねえ、逃げろみたいな。どうやって向こう側に行くの？お願い、越えれないな。逆に厚板で。ここから行くんじゃないの？どうやってダイナに行くの？もう厚板使えないし、時間を戻したら。いい具合に戻りません。いい具合に厚板だけバックみたいな。ダメか、あれコントロールしちゃった。お願い早くして。くっそ、ダメだ。どうあがいても厚板が飛んでいってしまう。反対側から通れるか試してみるか。くっそ、かせ、こんな竜巻ありえんの？おいおい、バイオハザードみたいな。大変なことになってる。これは、これが終わったらクロエと。なんか声が聞こえる。お願い動いてね。お、よし。で感電して、とどめ刺しちまった。おっさん、助けてあげたいけど、ショックで話もできなさそう。どうする、さらなる電気ショックを与えるという戦法ダメだったからな。ショックに対して悲しくなる。なんだ、え、こんなんどうすんの？お願い動いてね。感電しちゃうんだよな。じゃ感電する線を取り除くみたいな。あ、これか。電源を入れればスプリンクラーが作動するはず。あ、先に殺すんだ。わかりました。一回殺します。一回ショックを与えて。ここに入って戻す。嵐はもうたくさんだ。助けます。しっかりして、早くここから出ましょう。息ができない。いいから出るんだよ。ああ、もうやめてくれ。よし、こっから出ましょう。町が死んでいく。早くダイナーに行こう。ウォーレンの写真を手に入れなきゃ。よし、いいね。ここまで順調に救えてますよ。なんか死体とか見てると救えてないんじゃないかと思って。多分大丈夫だよ。とんでもねえことになってる。よし、しかしあいつはなんでダイナにずっといるんだ。いや、もう俺が止めたんだ。クジラ、あのさちょっと一回爆発見とくか。むしろそりゃそうだろ。戻して近寄って、戻して近寄ってか。いやー、これなんか言ってかなかったら、ここでホームレス死んでるとかありそうじゃん。こっちは後でいいや。は？なんでだよ。後でよくないだろ。何が後でいいんだよ、お前。
から入る。これを。やった。燃やして。何爆発するの。やった。クジラさん。世界が。もうこれじゃ入れない。別の入り口を探さないと。新聞だ。読めない。怪物はここの住人だよ。見えない怪物を殺す。我々は何も気づかず怪物たちを危機として忍び寄るのです。なるほど、引火して爆発してるのか。それを間止めたんだ。なるほど。あ、ホームレスがいた場所。いない。あの人シェルターに逃げてくれたのかな。ね、私名前も聞かなかった。避難してください。繰り返します。これは訓練ではない。食べ物に困ることはなさそうだけど。さすがに持たないよこんな建物じゃ。頑張れジュリエット。ブラックウェルでいじめか。ジュリエット・ワトソン。おお、なんか差し込むような記事書いてた人じゃないこれ。ジュリエット・ワトソン？ん？誰だジュリエット・ワトソンって。名前覚えてねえ。俺、誰か覚えてねえわ。うん。俺、いじめてますと。エッセイを投稿したんだ。発令されています。新聞に。緊急放送システム。そのために今、頑張ってるんだよ。本当だよ。Save our babe。避難勧告。マックス！写真を。ああ、マックス。フランク。ああ、よかったよ、無事で。大丈夫だったかい？はい。おばさんたちは？なんとか持ちこたえてるけど、竜巻をやり過ごせるかどうか。ベリー巡査や外の人たちはかわいそうに。さあ、入って。私はこの人の手当てをしないと。ウォーレンが救急用品を集めてくれて。あまりないですが、これで全部です。よかった、フランク生きてて。片足なかったら多分移動できなくて死んでんだろうな。これ雪、日食、こんなの防ぎようがなかったよ。大バカだよ。予期すべきだった。どうやったらあるしょ。みんなが無事で嬉しいけど。フランク、また後で。こっちの人も手当てをしてあげないと。フランク、無事でよかった。お前もな。ああ、あとはレイチェルさえいてくれたら。で、俺が教えた情報は。うわー、これレイチェルのこと何か分かったか。レイチェルは死んだの。フランク、すごく言いにくいんだけど、レイチェルは、その、死んだの。おい、嘘だろ。そんなレイチェルが。ありがねえ。嘘だ。お前になんでわかるんだ。あなたに教えてもらった名前からある納屋を特定できた。そこはマーク・ジェファソン先生の秘密の撮影部屋で、彼は姉さんを利用して生徒たちの自由を奪い撮影してたの。姉さん、くそ、あんなイカれたガキ。自分が薬を打ったせいだからな。お前にも責任があるぞ。コンピューは見たのか、レイチェルを。見ました。うん、フランク、私なんて言ったらいいか。姉さんがジェファソンに認められたくて殺してしまったの。死因はありのままを。薬です。薬を過剰摂取させて。自殺しそう。大丈夫おい。フランケ。俺があいつに撃ったやつか。俺が殺したようなもんじゃねえか。なんてことを。そのジェファソンとかいう野郎はどこだ。捕まったよ。もう終わったんだ。そんなんじゃ納得できねえよな。なんで。
彼女は俺の人生で唯一の救いだった。それは俺には若すぎたし、いつかは終わると思ってた。でもこんな形はあんまりだ。夢を追う彼女、俺はずっと応援したかっただけなのに。薬なんか飲んじゃないよ。レイチェルもあなたを大切に思ってたよ。俺だけじゃないさ。自分からクロエ差し込んでくる。でも今はレイチェルの気持ちがわかる。クロエは大した玉だよ。俺に助けを求めてまでレイチェルを探そうとしたんだ、クロエが聞いたら喜ぶよ。いつだったか親父が言ってた。義とされて家に帰る。聖書の一節で正しいことをしろって意味だ。どうか。まさにな。お前まさにそうだな。お前の少しはそうできそうな気がする、誤解するなよ。お前を気に入ったわけじゃねえ。嫌いでもねえ。確かに何言ってんだか。今は目の前のことで。ポンピデよかったな。ポンピデあんな数時間前までみんなここで朝食を食べてたのに。ポンピデ撫でるとかないの。ポンピデュ。フランクにはポンピデュがついてるね。よかったな。犬もいなかったらあいつマジで一人だ。ちょっくら漁ってみっか。あらやった。すごい光景だなこれ。ポンピデュ。ちょっとだけでいい。何もしない時間が欲しい。確かにな。疲れてるだろ。マックス、ここでクロエに巻き戻しの力を見せたっけ。クソだるかったクイズな。結局これは何のための力、何を学んだの。壊しては直すの繰り返し。でも、望んで得た力なんかじゃない。それにジェファソンは止められたんだ。 そこは変えれたからね。クロエさえ救えれば。なんでこんな力手に入れたんだろうね。絶対に嵐は止まんないのかっていうか。立ったりしないの。立つか。よし、いい気分転換になったな。こんな世紀末みたいな感じだけど。ウォーレン写真こんなに持ってきたのか。ウォーレン、さすが。これで足りるといいけど。こんなところで死にたかないぜ。ウォーレン、写真を。今すぐに写真をくれ。こんな時にあれだけど、本当に会えて嬉しいよ。お前結局助けられたな。無事で本当によかった。ウォーレンには姉さんをぶっ飛ばしたもう一回やるならウォーレンに優しくするわ。きっと大丈夫だとは思ってたけど。もっと早くああしときゃよかったよ。それにしてもさ、写真一枚のためによくこんな嵐の中来たよね。別に俺を助けに来たってわけじゃないだろう。はい。私はみんなを助けに来たの。さあの写真持ってるよね。その前にいいから聞いて。何があったんだ。前に駐車場でもはぐらかされたけど。ちゃんと話すよ。でも詳しい説明は抜き。早く出せ。私のこと早く写真出せ。はい、お出せ。サクッと頼むぜ。ジェファソンの授業中、竜巻でこの町が壊滅する夢を見たの。説明するのか。そしてトイレに行ったら、目の前で親友のクロエが姉さんに撃たれた。ここまではいい？もちろん。続けて。何がもちろん。その時点でおかしいけど。その時、時間を巻き戻せることに気づいた。その後、いろいろあって、ジェファソンが危険だったことが分かった。そんな、それで？クロエ。過去に戻る必要があるの。ジェファソンはもうクロエを殺してしまった。そんなの許せない。何とかしないといけないの。この嵐はマックスが過去に戻ったから起きてるんじゃ。そんな、全て私のせいなの。そんなこと言われてもな。なんちゃって科学者の意見だけど、これはきっと因果関係に基づくカオス理論的現象なんだと思う。何言ってるんだお前は。それでジェファソンはもしかしてあいつに何かされた。
ジェファソンはネイさんを利用して薬とお金を手に入れてたの。ここでストーリーを整理させてくるな。私もジェファソンに捕まって縛られて、薬の力で無理やり写真を撮られた。最低だよマックス。すごく大変な思いをしたんだな。理解してくれるか。誰よりも勇敢だよ。あのクソ野郎はぶっ殺してやる。奴は今どこだ。捕まりました。捕まった。でも過ちを直すにはジェファソンも元に戻さないとダメかな。全ての作用には反作用がある。うん。時間を巻き戻したり変えたりしたことで連鎖反応が生じたのかもしれない。環境にも。信じてくれる？こんな話まともじゃないよね。でも信じてくれてるよな。あなただけなの。もっと時間があればよかったけど、信じてくれる？信じるに決まってるだろう。マックスのこと尊敬してるんだ。だから君にも俺を信じてほしい。もちろん。でも力のことはまだ何も分かってない。魔法なのか何なのか。魔法だろうがワームホールだろうが何か大きいものの一部さ。ほう。科学で全てを説明できると思ってたけど、結局俺は何も知らなかっただけだ。私もだよウォーレン。君の存在には理由がある。それを見つけることができる。いいこと言うねウォーレン。マックス、俺には正直何がどうなってるのかさっぱりだけど、君なら必ず何とかしてくれるって信じてるから。ウォーレン、マックスは本当にすごいよ。しかしこんな歴史的瞬間に立ち会えるとは。しかも君と一緒に。話してくれてありがとう。私こそいつもありがとう。よし行くか。何言ってんだか。今は目の前。マックス気をつけてな。ありがとうよウォーレン。ハグする、キスする、いや何もしない。おばさんを頼んだよ。フランクもキスしねえよ。さあ行けよ。しねえ。これからは正しい選択。ここでキスしたらキス大好き女になっちゃうじゃねえかよ。それでこそヒーローだ。うん、ハグぐらいならしてやってもよかったな。じゃあな。よし。お酒飲んでた。ここに戻って一体何が変えれるんだ。ああまあでも殺される直前だもんな。クロエはノリノリミュージック。バカバカしい。行くぞマックス。ああクロエ、おいどうしたんだよ。一緒にいるのが嬉しくて。久しぶりにクロエを見た気がする。まあいいや。それじゃ助かったわウォーレン。今はネイさんを探してレイチェルの敵を撃つんだろ。早く行くぞクロエ。待って、歩きながら話せよ。いいから止まってよ。たく戻ってきたんだよ。会場に入っちゃダメ。入るとクロエが死んじゃうから。巻き戻したんだろ。どうせヘマしたんだろ。違うって。そもそもマックスがちゃんとサポートすれば。黙れお前。おい済むはずだろ。姉さんじゃないの。犯人はマーク・ジェファソンなんだって。ってあの美術の先生が。何言ってんだよ。姉さんだって証拠があるだろ。早くしないとまた誰かが。お前さ聞けよ。戻してきてんだからこっち話を。姉さんもう死んでる。姉さんはもう死んでる。クロエも危ないの。姉さんが。なんでわかんだよ。戻ってきたからだよ。そこにいたから。何があったんだ。全部話してくれ。ジェファソンに薬を注射されて撃たれるぞ。ジェファソンに薬を注射されて地下室に閉じ込められたの。ひどい目にあったけどなんとかここに戻ってきた。もう二度とクロエを死なせるわけにはいかないから。クロエだけは
絶対に守るから。マジかよ、悪い、私のせいだ、私が巻き込んだから。マックスをそんな怖い目に遭わせた。ジェファソンの野郎、絶対に殺してやる。ダメなの、失敗するたびにやり直したって結局はうまくいかない。今回もやり直せばきっとまた何か悪いことが起きる。何度未来を作り変えてもひどい結果にしかならなかったの。うまくいかねえんだよな。未来を作り変えた、それ何の話だよ。本当のことを話そう、クロエ。本当のことを話すね。私、クロエの過去を変えたの。おい、そしたらそれ言うの、それは言わなくてよくね。迫られることになって。それは言わなくてよくね。そのマックス、ちゃんと話してくれ、怒らないから。私、クロエのお父さんが死んじゃった日に戻って事故を防いだの。言うんだ。でもその代わりにクロエが交通事故に遭って。パパに会ったのか。世界のクロエは首から下が動かせなくなって、もう長くは生きられない状態で、私に頼むから死なせてくれって。でも私にはできなかったよ。だからこの時間軸に戻ってきたの。もう一度元気なクロエに会いたかったから。私がそんなことを。それはきつかったな。謝ることないだろ別に。悪かったよ。うん、これ言ってあっちのクロエのおじさん行かせよとか言わねえのかな。私はそんなの予想もしてなくて、最悪の結果を招いてしまって、もうクロエに辛い思いをさせたくないのに。分かってる、私だってそんな状況になったらどうしていいか分かんないよ。でもこうして元に戻れたんだ。うん、だから一緒に来て。これからもずっと一緒にいられるように。分かったよ。でもジェファソンを野放しにしていいのか。どうしたら丸く収まるんだ。大丈夫、デイビッドに話せばジェファソンを捕まえてくれるよね。だからこないだあいつの肩持ったのか。冗談だろ。デイビッドは命の恩人。デイビッドは命の恩人だよ。デイビッドが暗室に来なかったら私死んでた。マジかよ、本当なら私が行くべきだったけど、クソ親父が助けてくれたのか。クソ親父はやめてほしいって言ってたぞ。でどうすればいいんだ。デイビッドに全部話すの。ビクトリアが危ないってことも。分かった、信じる。よし。だって私は。ありがとうなクロエ。何があってもマックスの親友だからな。そうだよ、だからよく聞いて。もうすぐ私はこの記憶をなくしちゃう。私たちはクロエの部屋で待機して、それからデイビッドに全部話すの。あとはデイビッドが何とかするはず。今言ったことを後で全部私に伝えて。写真を使って時空を超えたって言えばわかるから。すごいな。信じるかな。信じるだろう。クロエを疑うわけないよ。いいねー、おい、生き際が。さあどうなる。クロエは死なないような、行かないんだから。お、デイビッドに全て話した。警察が突入。これもう一番いいパティンじゃないのか。嵐の中、写真を撮りに行っていたが、わあ、二人で嵐の前に。いや、横に入れた。あの電話かかってきた時の。クロエ。終わった。戻ってきたか。それで、時間旅行。もう慣れたもんだな、おい。よかった、生きてた。私も、クロエも。どうしても生き返ってほしくて。私、すごく頑張ったの。本当によかった。ずっと一緒にいるって決めたから。なんでお前ら海岸にいるわけ。マックスは私を救うためだけにたくさんの時空を飛び回ってくれた。それでよかったの。
迷惑ばっかりで私のこと嫌になったりしないか。若干迷惑なのは私と私の力だよ。若干迷惑な時もありましたね。この町に起きてることは全てがきっと私のせいで疫病神だよ。そんなことないだろ。時空をかけるスーパーヒーローだ。そんな奴と親友だなんて私は世界一の幸せ者だよ。なんでそんなところ喋ってんの。早くどっか逃げようぜ。力を手に入れたわけじゃないのに、それを私のためにもう波がそこまで来てるよ。心のどこかで落ち着いて話聞きねえわ、そんなとこで俺。普通じゃない人生を送りたい、冒険したいって。でもね、でもクロエと一緒じゃなきゃ嫌だったの。だからこの力もクロエのおかげなんだよ。そうなの。科学的な説明とかそういうのよくわかんないけどさ、今二人でここにいることは偶然なんかじゃない。レイチェルもどこかで守ってるはず。そう思いたい。レイチェル鹿説、うん、復活かこれ。レイチェルに感謝しない。鹿さんがまだ残ってるよ。で何があったの。鹿さんが出てくるでしょ、ここから。パーティーの後二人で私ん家に戻ったんだ、うん、ジェファソンに見つからないように。でも嵐がひどくなってマックスが灯台に避難しようって。でもクロエこっちに向かってるよ。すごい竜巻。もうどうしたらいいかわかんない。全部私のせいなのに。やめろ、自分を責めるなって。マックスも十分やったよ。あれはなんて大きさだ。でかすぎ。レイチェルの怒りなのか、それとも私たちも。なんで灯台に避難したの。見ろ、何か灯台から外れてる。マックス、どうした。あ、どうした急に。はアルフレッド・ヒッチコック。はい、なんで映画を時間の断片だと考えた。なんでここに戻ったの。授業に戻ってる。どういうこと。